皆さんこんにちは、ケスタジオの加藤です。今日も僕のおすすめスティックを紹介します。おすすめスティック紹介第2弾ですね。はい、では今日の僕のおすすめスティックはこちら、 LA スペシャル 5A と LA スペシャルの 7A ですね。この LA スペシャルっていうこのシリーズなんですけれども、こちら実はスティック自体には記載されていないのですが、プロマーク、プロマーク社さんのスティックになっております。プロマーク社の工場で製造ラインでですね、こう弾かれてしまった、まあ不良品ではないんですけども、こう B 級品といいますか、アウトレット商品っていうんですかね、そういったスティックなんですね。実はこの LA スペシャルなんですけども、そのプロマークの、 その合格ラインがあまりにも厳しすぎるって、勝手に俺が厳しいとか言っていいのかなというか、その本当厳しくて、これが弾かれたのっていうぐらい、この全然使えるなっていうのがこの LA スペシャルですね。はい、この LA スペシャル実際に叩いてみた感想なんですけど、まあ、もう僕が使ってみた感じだと全然難なく使えちゃう感じ、まあ左右のバランスも全然大丈夫だし悪くないし、ちょっと叩いてみましょうかね。これのどこがアウトレット商品なのかちょっとわからないよぐらい優秀なスティックになってます。はい、で、まああの今ちょっと実際叩いてみたのは僕 7A の方で叩いたんですけど、 7A の方がちょっぴり短くて細いかな、 5A の方がちょっぴり長くてちょっとだけ太めっていう感じなんですけども、まあ自分の叩く曲に合わせてね、あの好きなサイズを選んでいいんじゃないかなっていうところなんですけども、製造ラインから弾かれてしまったアウトレット商品ということで、当然値段がちょっとね安めじゃないとね、おかしいだろうっていう話なんですけど、まあ僕が実際にこれを購入している楽器店さんだと880円かな、はい、あので販売されてる感じですね。まあまあもちろんあのそのお店によって若干の差はあるとは思うんですけども、大体その880円前後で、購入できるんじゃないかなという、スティックですね。どういった方にご紹介したいかと言いますと、まあ、例えばなんですけど、ハードヒッターの方、音楽のジャンル的に大振りでね思いっきり叩いて、どうしてもスティックの消耗が激しくてすぐ折れてしまう、次から次へと折れちゃってスティックの出費でちょっと困ってるよっていう方ね、スティックの出費代って結構バカにならないですからね。はい、でそういう方にねこの LA スペシャルいいんじゃないかなとね、まあ、いくらすぐ折れちゃうタイプのねスタイルで演奏されてる方とはいえ、やっぱし性能の低いスティックを使うっていうのはねちょっと嫌だと思うので、ほんのちょっとのことで製造ラインから弾かれてしまったこの LA スペシャルが、なんと通常のスティックの約半額、880円で手に入るっていうとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思ったので、今日ちょっと紹介してみました。で、まあ前回第1弾の動画と一緒なんですけども、実際に僕がこのスティックを使って叩いてみた動画を叩いている、動画のリンク、こちらの動画の説明欄の方に貼っておきます。それからこの LA スペシャルを通信販売でちょっと購入してみたいなっていう方のために、通信販売のページの方も、リンク貼り付けておきますので、よかったらぜひぜひ活用してみてください。ということで第2弾も最後までご視聴ありがとうございました。